灰色の空から絶えることなく雪が例年より二月以上早い降雪の冬将軍の到来を告げるものであると。このまま本格的な積雪が始まればノーザンクロス作戦は失敗に終わる。口には出さないが、その前線に立つ兵士たちの士気は下がり続ける外気のようにいてついていた。明日からは鍋で煮出した薄いコーヒーだけか。ちょっとした絶望だな。おいクロード、いつになったらまとも、脂肪の分厚い女どもと違って俺は寒さに弱いんだよ。さっさと冬季装備だけでも届けてもらわなきゃ帝国軍をぶっ倒す。司令部もそれは分かって、冬季装備がない状態ではこれ以上進軍できない。かといって紅茶や食料だけじゃありません。燃料も弾薬も。こんな状態でノーザンクロス作戦は続行できるんですかね。マイルズ。しかしよクロード、じっとしてりゃ余計に凍えちまう。動いた方がいくらかマシなんじゃねえか。俺が帝国軍の指揮官なら、縮こまって震えてる今の連邦軍は全く怖くない。士気が下がってるところをぶったたく。そう。たけ、しっかりしてくれ。バカげ、悪天候による進路の寸断、そしてこの雪だ。今や連邦の補給線は完全に。これが意味することはすなわち待機。しかしビクトル中尉、これだけの大部隊だ。誰が撤退すべきと言いましたか。帝都は目と鼻の先、進めば。冬季装備もない状態でさらに北上すると無茶だ。お言葉ですが、我々に残された時間はわずかです。クロード。いや、しかしまだ10月だ。中隊長、冬はもう始まっています。風のお告げか。ウォレス中尉は士官学校時代から風のお告げが聞けると評判の男です。空を見てこれからの天気や風向きを言い当てる。天気予報よりずっと的中率が高かった。外れてばかりの軍の気象予報士よりよほど信頼できます。このままここで凍えるより、積雪する前に一気に北上し帝都に到達する。我々の取るべき道はそれしかないと思います。ウォレス中尉の言う通り、もはや打つ手は進軍しかありません。帝都周辺の平原地帯には守りの手薄な町もある。物資がないなら挑発でも略奪でもあらゆる手段を講じてかき集めればいい。しかし動くなら今です。じきに空は熱い吹雪の魔女が来る前に。何のことだ。いや、何でもありません。とにかく兵士たちの士気も物資も天候も、帝国が仕掛けてくる前に動かなければ。失礼します。最前線の部隊から通信が。
無事か？足りねえだろ。帝国に一撃食らわせねえで死ねるかよ。さっき伝令が来た。敵の戦力はこちらの倍以上、総員撤退せよと。ふざけんなだ。俺は行くぜ。一人でも帝国。ラズ、落ち着け。あの敵の数無駄死にするだけだ。やっぱ撤退か。じゃあ聞くがな、一体どこに撤退するってんだ。この最前線に安全な場所なんかどこにもねえぞ。とにかくここを離れるんだ。戦車部隊も向かってきてる。勝ち目はないんだよ。私だってこんなところで引きたくない。でも命はそんなに軽いものじゃない。死ぬと分かっていくなら自殺と同じだ。ハーフェン号、いつでも出られます。先輩、命令を。よし、味方は総崩れだ。だが僕たちは違う。ピンチを立て直すのが僕らレンジャー部隊の役目。そうだろう。退路の確保が必要だ。E小隊が撤退戦のしんがりを務める。言うまでもなく危険な任務だ。強制ではなく志願を。のバカ野郎が。今の状況以上に危険なこともないだろう。当然最後尾は僕たちですよね。みんな死ぬために戦うんじゃない。ああ、これは生き抜くための戦いだ。なら行きましょう。私が敵団で突破口を開く。目標、退却経路の確保。総員撤退が完了するまで守りきる。全員落ち着いて聞け。
ちょいと揺れるぜ。やってやるぜ。私の出番ね。任せてくれ。よし来た。準備はできてるわ。我々はこんなところで終わるわけにはいかない。行け。敵拠点を制圧し、味方の脱出経路を確保する。E小隊、出撃だ。帝国のクズども、やりやがったな。ハーフェン号なら炎の中を突破できる。でも歩兵は絶対に炎には近づくな。勢いが激しい。敵と炎、二つの敵ってわけだな。面白いじゃねえか。敵を撃破し味方の退路を確保する。 E 小隊、出撃だ。出るぞ。敵だ。各隊、戦況を報告せよ。投降者当て。撃て。目標の撃破確認しました。よし、出るぞ。必ずやり遂げる。投降射程だから。撃て。なんて腕前だ。撃ち方始め。拠点を攻撃しろ。出るぞ。撃たれてる。避けて。てー。目標の撃破を確認。悪くない戦果だ。俺様一人でやってる。敵の反撃に注意。行くわよ。待てよ、今そちらに向かう。よっ。
行くわよ。ひるむな、進め。よっ。目標の撃破確認しました。やるか。行くわよ。やるか。敵が近づいてきています。援軍はまだか。前進する。前進する。
せとけって。ここまで奇襲がうまくいくとはな。各隊、戦況を報告せよ。敵の大量怪我はしないで。やるか。敵だな。目標の撃破を確認。悪くない戦果だ。行動開始だ。この程度か。やりましたね。ラズ、無茶するな。
方ねえな。やるか。あれよ。撃たれてる。仕方ねえな。押し切る。僕は必ずやり遂げる。そうだ、教えてくれる。ここだ。目標撃破。いいぞ。女だってやるときはやるのよ。燃えろ燃えろ。開始ね。連邦の奴ら慌てて逃げ出してるぜ。各隊仕方ねえな。
準備はできているよ。開始だ。勝利を目指して突き進め。前進する。もう少し相手の出方を見た方が。燃えろ燃えろ。よし、出るぞ。必ずやり遂げる。よくやってくれた。これで味方の退路を確保できたぞ。あとは一刻も早く他の隊が撤退を完了してくれれば。おお、派手にやってるね。ちょいと出遅れちまったかな。あの戦車はジークバルで戦った。味方が撤退するまで僕たちが引くわけにはいかない。拠点を守りきるぞ。みんな！各員、現在位置を確認せよ。開始だ。前進する。
行動開始だ。できているよ。敵地発射せよ。油断大敵だよ。小説を書くか。油断大敵だよ。よかった。さあ行くわよ。戦車はジークバルの時の。そうか、やっぱりあんた俺のファムファタールなんだな。いいね、嬉しいね。俺は今さあ、ディスエナンザ捨てて獣のように乱れよう。ファムファタール。女だってやるときはやるのよ。どうせ不器用ですよーだ。え、女だってやるときはやるのよ。前進する。よし、出るぞ。
前進する。前進する。必ずやり遂げる。前進する。踊ろうか、ファム・ファタール。アオスブルフ、蹂躙せよ。さて、さて、楽しませてくれよ。サークルと、はや、踊ろうか、ファム・ファタール。熱いキスだ、受け取ってくれ。行くわよ。物資は可能な限り発揮せよ。連邦の奴ら慌てて逃げ出してるぜ。各員、現在位置を確認せよ。対戦車兵には気をつけ。前進する。もう少しの辛抱です。持ちこたえて。オーダー、全力で敵戦車を攻撃してくれ。よし、出るぞ。出たって、あげます。
教えてくれる。ここだ。ここを射程。前進する。踊ろうか、ファムファタール。アオスブルフ、蹂躙せよ。楽しませてくれよ。さて、
うか。ファムファダーレン、熱い傷だ、受け取ってくれ。任せとけって。考える暇を与えるな。急いでください。敵は待ってくれませんから。任せとけって。あれが目標みたいです。仕方ないね。の辛抱です。持ちこたえて。死ぬんじゃないよ。去る。楽しもうか。すぎるよ。やってる。食らいやがれ。しもうか。よかった、腕少しは楽になる。踊ろうか、ファムファダーレン。アオスブルフ、蹂躙せよ。さて、焼き尽くせ。さて、
楽しませてくれよ。やい、くせい。致命傷ね。熱いキスだ。受け取ってくれ。行くわよ。どうせ不器用ですよーだ。物資は可能。さあ、行くわよ。どうせ不器用ですよーだ。女だってやるときはやるのよ。よし、出るぞ。僕は必ずやり遂げる。大量
楽しませてくれよ。楽しませてくれよ。大丈夫、損傷は軽いぞ。おっちゃん、くっと、気持ちが、くっと。ミネルヴァ、持ちこたえてくれた。全軍の撤退が完了したぞ。よし、みんな任務完了だ。僕たちも撤退を開始する。車両は歩兵の交代を援護しろ。全力で走るんだ。イージーの文字、 E ナンバーの部隊か。楽しませてもらったぜ。だが次は俺の番だ。必ずお前を落としてやる。待っていろよ、ファムファタール。先ほどの作戦では見事な気に逃げた奴らに追いついたのか。それほどスピードは出してないはずなのに。負傷兵も多い上にこの寒さだ。行軍速度が上がらないのも無理はない。先輩、通信が入りました。ジークバル海戦に参戦した部隊がことごとく帝国の反撃を受けている模様。今ここにいる僕たち中央配置の部隊以外、あのジークバル海戦の大部隊が。この道は大丈夫でしょうか。敵の追撃が迫ってるんじゃ。わからない。ただ言えることは、僕たちは攻める立場から。嘘でしょ。たった一度の敗北でこんなことって。西暦1935年10月、例年より早い冬が大陸北部に到来した。それに合わせた帝国軍の総反攻によってノーザンクロス作戦は瓦解。
連邦軍は総崩れとなった。この後連邦軍は寒さと飢えと戦いながら散り散りとなり敗走していく。歴史上類を見ない泥沼の撤退戦の始まりであった。一体どこまで歩けばいいの？朝からずっと歩き通して。おかしいな、進路が違う。一旦アインヘムトに退却するんだろう。だったら南に向かうはずだが。タイは西へ向かってる。これより先、都市や町、集落は迂回して進む。街道などの目立つルートも使用しない。アインヘムトはすでに帝国軍の手に落ちた。我々の目的地はここから西へ150キロの場所だ。西へ150キロ。しかしそのポイントは帝国領内の海岸線のようですが。中央司令部のエドモンズ将軍直々の通達だ。我々はその場所で新たな任務に当たる。これ以上の情報は与えられていない。以後司令部や他の大隊との通信も封鎖される。西に向かうとなると山越えですね。山岳地帯はすでに厚い積雪があるはずです。今の装備で雪山を越えられるかどうか。この作戦は形勢を立て直す重要な任務だと聞いている。総崩れの我が軍でまともに動けるのは君たちだけだ。故に司令部は君たちに託したのだろう。厳しい状況だと分かっていても。中隊長、分かりました。ルーンを祈る。ねえ見て、アインヘムトの時計台が。あん時のジャーキー。なんだあれは。なんだ、カカシじゃない。いや違うぜ。レディ見るな。締めの処刑か。これで連邦軍に物資を提供する者はいなくなる。そんな。ちっ、薄汚ねえのはどっちだよ。あの時も今も連中のやることは変わらねえ。見せしめだと。上等だ、帝国のクズどもめ、俺が同じ目に。ラズ、戦争は命の価値を忘れさせる。いや、忘れないでいよう、この光景を。帝国を倒さなければ繰り返されるんだ、こんな悲劇が。忘れないわ。7章、雪中行軍。